モロカイコーヒー農園の空中写真モロカイコーヒーは、米国ハワイ州マウイ郡のモロカイ島で栽培、加工、焙煎されているコーヒーである。ドイツの商人ルドルフ・ウィルヘルム・マイヤーが、モロカイ島でコーヒーを栽培し、砂糖工場も建設した。コーヒー・オブ・ハワイは現在、モロカイコーヒーの唯一の生産者である。コーヒー農園は、クアラプーにあり、面積は2.0平方キロメートルある。 ロサンジェルスに本拠があるスーパーチェーンのトレーダー・ジョーズが2008年半ばにこのコーヒーの販売を始めた。パッケージは13オンスの缶で花で満たされた明るい黄色の背景に2つの赤いハチドリが描かれていた。缶にはマリカアイ100%ワン、ハンドレットパーセントハワイアンコーヒーというタイトルが付けられ、コーヒーはダークロースとロバスト &ACRC。AC アー 100%アラビカシコーヒー豆と書かれていた。しかし、その後2009年後半にトレーダー上手での扱いは廃止された。このほかコストコ、アマゾンなど様々なルートで販売されてきている。ありがとうございます。